おら、よっしゃ倒したぜ、一人おら、いけー、無双無双、これが無双ですよ、皆さん。あらま、はい、どうも皆さん、こんばんは、プチプチです。今回ですね、JK になって無双してみたいと思います。え、なんでそんなに嬉しそうじゃないんだって。ゲームの中で JK になっても、リアルで JK になったら捕まるわ。ということで、ゲームの中に JK になるということで、ものすごく貴重な体験をしつつ、今回ガチマッチやっていこうと思います。よっしゃ、やっていきましょう。まあ JK ということでね、まあ JK らしく実況したいんですけど、僕無理です、絶対無理、もうマジ無理なんだけど。本当にこいつ何バケツ持ってんの、マジ意味わかん、なんかできそうな気がするわということで、今回北斎を持ってきました。まあね、 JK、 まあ僕 JD じゃ、 JD でもねえわ、何 JD ってなんだよ。 DK なんですけど、あの僕、あ、ドンキーコングじゃないです、あ、全然違います。まああの男子高校生なんですけど、まあ、JK って面白いよね。一回ね、JK に憧れた時あった。そう。制服着て、なんか31のアイス食ったりとか、そういうのしてみたいなと思った。うん。いや、俺 DK だからできるわ。だって俺さ、あ、待って待って。普通にさ、なんか無双とか言っといてさ、無双できてないよね。ちょっと待って、仕切り直そう。話すとね、俺プレイに集中できなくなるからね。よしよしよし。おら、よっしゃ倒したぜ、一人おら、いけー、おい、無双無双、これが無双ですよ、皆さん。あらま、って言うよね、言わないか、そういう女子高生いないか、あんま。やべえな、俺ももうおじさんだよ、高校生、男子高校、あ、俺のキル盗んだな、男子高校生という名のおじさんだよ、俺。あ、やべ、今夏休みだから暇だもんね、俺。おーい、あーあーあああ、待って待って、やばい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 、奇跡ねえ、俺のキル思いっきり持ってったんだけど、この人ちくしゃ、なんてやるだ、イエーイやった。これって無双だよね、やっぱり。うん、もしかしたらあのプチプチ無双っていうプレフォーのゲーム出るかもしれない。最近の悩み事なんだけど、なんかスリッパ履くじゃん、スリッパ履くときになんかおならしてるわけじゃないのに、おならみたいな音するんだよね。さあ、やっていきましょう。 JK のふりをしている DK です。やっていきましょう。まあ本当にね、もう僕この間引っ越してきたんですけど、そう、高校を編入してしまったんですよ。つまりどういうことかというと、 JK に会えなくなる。よし、これやろ、俺が JK になって毎日会ってやるんだ。はい、無双全員キル、はあ、はあ、今4キルしたよね。え、俺強くないこれ。え、マジ JK になるとマジ力湧くんだけど、マジで本当にありえない、本当マジマンジマジマンジマジマンジマジワカメマジワカメ、え、マジワカメって、スプラトゥーンでマジ満場言うとこうなるんだよ。やばくない、俺まだ一回も死んでないんだけど。これやばい、これマジやばい。はいはいはい、あー、やっべ、やられちったよ、もう。まったく、まさめまさめ、春巻き春雨、ちょっとよくわかんない。ほんと最近の悩みさ、もうなんか、元カレが、なんか、すっごいなんか、より戻したいとか言ってくるから、より戻してあげたんだよね。うん。より戻してあげたんだけど、なんか、あげた瞬間に、なんか、新しいものできたとか言うから、ほんと、もう、やになっちゃうよね、ほんとに男って、もう。こんな JK 今時いないよね。こんな JK 今時いたらちょっと怖えわ。おら、うっそ、ちょっとこれはちょっとやばいっす。やべっす、マジ先輩。先輩マジかっこいいっす。やべ、これ多分コメント欄に気持ち悪いだと思うな。気持ち悪いとか、なんかもう二度と JK の真似するとか言われそう。怖え。怖え。
マジ JK 怖え。オッケー、オッケー。待って、うっそん。ミラ、ヘラ。ちくしょう。まあ無双っぽいことはしてるよね。一度に4キルしたりとか、5キルぐらいやってたよ俺。オッケーオッケー、無双はできてる。これでタイトル詐欺とか言われねえわ。いけ。はいはいはい、行くよ。オッケー、ベリーグッド。よしよしよし。ハク面白い。俺意外とスプラトゥーン結構ね、やらない人なんですよ。やらない人なんだけど、こうやって急にやるとめちゃくちゃ無双できる。よし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 。いいぞ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 。お近くの待ってよ。やべえな。あ、でもなんかバグった？何今の。あー、あ、俺がキルしたのじゃないのね。そういうことなのね。はい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 。当たれ当たれ当たれ。あ、勝った勝ったよ。マジマンジ。いや、もう楽勝だわ、ほんと。北斎強えな、やっぱり。これぞ、これぞ青春物語、JK 無双。見て、15キルだよ。これってすごいのかな？あんまりキルしないよね。あんまりキルしないかもしんない。ねえ、ちょっと気に入って、本当に最近の悩みなんだけど、何回も言うけど、なんか耳かきしてる時に、いつもあの上のわたわた、わたわたがなんか取れちゃうの。それ最近の悩み。さあやっていきましょう。ガチエリアですね。さあ、もう JK の最近の悩みなんて聞いてないで、スプラトゥーンやりましょう。楽しいもんね、スプラトゥーン。スポンジボブ見てる時と同じぐらいの楽しさがこれにあるよ、俺いつも。で、あのスポンジボブズボンは四角って流れた時のあの嬉しさ、あれいいね、ほんとに。よく見てたな、スポンジボブ。今も見てるわ。あ、こいつじゃなかった。あ、いた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 。おーい、あー同じ武器ってさ、やっぱりライバル心強いよね。さあ行きますか。私、松平翔子と申します。歳は17歳、女子高生の3学年です。こういう女子高生いたら面白いね。やべ、逃げられた。やばいやばい、あーやばい、あー、あー、う、いけ。あ、危ない危ない危ない、落ちる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 。あいくらえ、あいくらえなさい。危ない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 。やばい、うそー、やべえわマジで。ほんとありえないぐらい強くないこいつら。ほんとにやばいな。ゴニちゃんにやられた、もう。あー、雨だ雨だ、もうほんと雨最悪。いかカルパネルラ、なんかの呪文見てるよね。なんかバルスみたいな感じで。普通に面白いよ、面白い。その名前面白い。俺が結婚して子供生まれたらその名前にするわ。子供、子供かわいさ。あ、やばい、いる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 いたに、まあ、いたに、そこに、まあ、いたに。本当にやばいぞこれ。ちょ、タイトル詐欺になっちゃうかもしんない、これ。この試合だけ。全然無双できてない。俺が無双されてるような気がするんだけど、大丈夫かな、これ。届け！あ、届かなかった。届いた、届いた、届いた。あとちょっとだったのに。マジかよ。そんなこと聞いてないよ、俺。うわ。あ、これ完全に俺、あれだわ。タイトル JK 無双って書いてあるのに、タイトル JK が無双されたに変わるかもしれない、これ。あ、でもよかった、一番キル稼いでた。よし。もう最近さ、もう彼氏がさ、もうほんと家来たい家来たい、さ、すっげえうるさいからさ、もう知らない人の家の住所送っちゃった。さあやっていきましょう。
ラストかなこの試合ね。このね JK コスなんですけど、もうピアスしてるからね、ピアス若干不良だよね、不良。光ってたあいつ、俺の聖なる輝きはみたいな感じの感じしてたよね。俺のここはちょっと光ると危ないんだみたいな感じの、殺しちゃうんだぞみたいな。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ああ俺のイカがスルメ食われたみたいな言い方しちゃったわ今。俺のイカがって。おーい、お疲れちゃん。俺がちょっと疲れてたわ。ちょっと、パソコンのやりすぎで肩疲れてたかもしれない。さあ、行くぜ。やってやろうだ、この野郎。やってやろう。待って。よし。やべ、もうごちゃごちゃしてよくわかんねえよ、もうこの俺。死んだこいつ。あ、よかった。はい。もう本当やだ、もうこいつ。なんかもうすげえ、なんか変なおねえみたいな声になるね、俺。やめよっかな、もう JK の真似すんの。きっと多分あれだろうな、俺の元クラスメートの人たち見苦しいって言われるんだろうな。いやマジ JK の真似だけはやめた方がいいよって言われそう、この動画見てたらね。やばい、やばシング、やばシング、ほんとやばシング。あ、いてよし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 、オッケーオッケー、はいやばくない？え、めっちゃ無双してるんで。キョロ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 ちゃんちゃん。ということで無事勝つことができました。いいね、やっぱ JK って、 JK の力最高。マジマンジマジマンジ、え、どれぐらいマジマンジだって、マジマンジ。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ普段は僕学生なんで制服着ることあるんですけど、まああの JK のこういう服は着たことないです。いやほんと勘違いしないでねみんな。いや俺なんか JK のモノマネみたいなことして、なんか普段なんか JK の真似をしてるとか、なんかなりきってるみたいな人みたいになっちゃうかもしんないけど、してないからねこれ。ということでまた次回 JK のコスプレして、スプラトゥーンやっていこうと思う。次回やんねえよ、次回もやんないよね。何この流れ。ということでまた次回お会いしましょう。いかよろしく。